なんでこんなところに。ジルファ！なあ言ったろ？ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの？切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう、いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ、失敗はできん。ここ一番乗るかそるかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間は、そうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか。何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ。そうだ、ネアズにも聞いてみたら。彼、私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。ネアズ、相談が。ああ、くそ、まるで一人が足りない。って、なんだ、相談？それ急ぐのか？いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか。やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ？何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいる奴に直接聞いてくれ。頼んだぜ。困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないね。なあ。うん。わかった。
紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ、黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。公兵の襲撃を受けたんだわ。あんた、デッカメンか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった、そこの茂みに。しっかりしろ。シオ、ジオ。もう死んでるわ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて。そこの茂みと言ったわね。これは鍋。なんでこんなものが。せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないのに誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でもそれがどんな意味を持つかは受け取ったもの次第。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届ける。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナと戦うってものか。怖くなったの。奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。野宿は嫌なの。
動そうな相手ね。価値があると思うわ。今のは高ぶったな。
困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。あまり目立つなよ。奴隷が寝起きするだけの場。スルド・ビエゾは何？いくら手が足りないと。お前、紅のカラス以外のダナ人は生まれた時不満があるなら戦う。自分は違うっていい。確かに私たちレナにと、私には目的がある。戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合える奴は多くない。俺たちにできるのは、犠牲になった奴を忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は…何かと思えば、レナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて、迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にパガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね、行くわよ。ほん？なあ、シオンの武器はどこから来るんだ？どこからってどういう意味？戦いになる。ただの転送技術よ。わからないけど。え？だってあなたダナでしょ。変か？それはそうだけど。待っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。いるもんだな。
何かあったんだろうか。のために俺は、ここにもズーグルの群れか。ちょっと、あ、待って、あなたの剣と力なら大抵のズーグルを叩き捨てられるでしょ。やるだけやってみるさ。倒れろ。うっ、もう一発。はい、うっ、ダメ、終わりだ。どういうこと。倒れろ。囲まれている。飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。私に任せて。マグナレイ、逃げるわ。行くわよ、終わりよ。私に任せて。私なら落とせるわ。さらに撃ち込む。どういうこと。下げろ。待てる、もらった。はい、叩き捨てる。私に任せて。そこ、ゴミ、もらった。危ない。倒れろ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。見えた、もう一発。どういうこと。倒れろ。調子が悪いわね。高いところにでも登ってみるか。これは？ファガン遺跡か。なんで遺跡になってるんだ。さあ、私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうかよ。なんでそこまで服にこだわるんだ。
破するぞ。強敵は私に。泣き払う。恐竜と。アキラ。行くわよ。さらに撃ち込め。撃ち込め。決めた。ドフラッシュでやる。行くわよ。さらに撃ち込め。私なら落とせるわ。やっと。あたし。私に任せて。さすがだな、ジオ。あなたもしっかりなさい。ああ。努力。精度が上がったわ。行くぞ。行くわよ。はい。さらに終わりだ。泣き払う。ギエンジン。マグナ。泣き払う。虫には地べたが見合いよ。地べたやる。やっと。粉を飛ぶやつか。私なら落とせる。どういうこと。その隙に。分かった。やっと。うっかめ。いいな。はい。はい。うっかめ。俺に任せてくれ。見えた。まだよ。はあ。倒れろ。終わりよ。やっと打ち込め。終わりだ。行け。マグナリア。何かに使えそうだな。落ちなさい。マグナリー。やるぞ。決めてやる。昇竜さん下げろ。くらえ。飛ぶ相手は泣き払う。昇竜さん外さないわ。下げろ。マグナリー。泣き払う。うっどう。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。容赦しないわよ。私に任せて。終わりだ。勝てたか。行くぞ。行くわよ。くらえ。次。終わり。今なら。マグナレイ。そこ。どう。さらに。くらえ。うっ、これ。決めてやる。下げろ。行くわよ。
そこだ。次。ファガン遺跡というのはあれかしら。あの下まで。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。まさかレナ人に食べることの大事さを説教される。レナだって食べ。それってどういう。どうするの。た食べるものがあるなら。私持ってたのかよ。だから作るのよ。料理。私だって似たようなものよ。なんだ、ジロジロ見て。その服、機能に寄りすぎてて、もう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。できたわ。食べなさい。本当にその仮面越しに食べるのね。うん？なあ。けどお金さんで、ちゃん、材料そのまま食べるより、これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。いや、そういう意味じゃないんだ。作ってくれ。大体あなた一応人並みにな。変わってる。前に俺がうまいと言った木の実を、痛みがない分食事はなるべくお口には。だから悪かったって。十分休めたな。進もう。
ここね。ずいぶん古いけど、確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって。わかった、うん、向こうが透けて見えるのにと。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大震工事まで遡るのかも。お、曲がった。あなたたちは十分な決められた時間に決められた量。みんなレナの目、今にして思えば。そうね。くレナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかず。いただくわ。があると思うわ。これは箱なのか。レナのものね。中身はありがたくいただきましょう。
調べてないわ。ほら、行くわよ。服を諦める気はないんだな。
引き締めていこう。新しい武具か。技術なのか。こんなこともできるなんて。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の一生部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の一生だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。さ、ウルベゼクに戻るわよ。上機嫌だな。そんなに服が嬉しかったのか。別にそうじゃないわよ。ここは補給基地だとかって言ったよな。本当のところはどうなんだ。さあって、私が知るわけない。そうは言わないが。だからいつからスルドの城な、別に大したこと。
相手には困らないから。ヨーグルト、まだよ。下げろ、終わりだ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。わかった。やっと出会う。魔人剣、見えた。うっしょ、ヨーグルト、くらえる。はぁ、行くわよ。まだよ、終わりだ。やる、マグナレイ。やっと打ち込む。決めてやる。どう、どういうと終わりよ。くらえ、打ち込む。いけるぞ。力がみなぎってくる。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。何かあったんだろうか。何か。そう。ん？そんな。そう。どこに向かう気？決まってる、モスガルだ。行ったところで。うるさい。
装甲兵を全てオスガルに派遣されているんだ。ドク、ココル、みんな無事でいてくれ。
逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。こうんて、これもまたラナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。命あってのものだねだ。時節を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか、ドク。みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き抜く。結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。その結果がお前の耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる。でも待つことになれ。俺はもう出会ってしまったから。支配に抗おう。たとえ命が尽きようと、同じ命を懸けるなら。と過去に戦った人だから、この剣に俺の全てをかけてみようと思う。そうか。実際にお前の剣はレナを退け、この繋いだ命。ドク。今、口だ。あんな大きくなるよって。
戻ってきたか。みんな待っている。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、もし炎の剣がなかったとして。誘うな。それは俺たちみたいにレナに。それに今はもういなく、そいつにしてやれなかったことを。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。そうか。さあ、うん、どうした。わかった。時が来た。狙うはこの国の鋭、腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも。けどそれじゃあビエゾには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人、あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる。どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならだ。望まない。ならどうする。お前はどうしたい。俺は戦いたい。何のためにだ。何のためにお前は戦う。俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限りきっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ。私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし。願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。まだ信じられない気分だ。ずいぶん浮かれてるのね。
そりゃもちろんそういうシオンは、私はそんなものを買っ5人のスルド全員を倒すか。でもやるのよ。分かってるさ。本当に分かってるといいんだけど。そうかもしれないが、それはそう。やる以上は勝つために全力でやる。これでどうだ？え？よし。ありがとう。寄り道して悪かったな。新しい料理を知ることができたし。それでよしとするわ。次の野営でさ、作ってみましょう。そんなに人気。気になってたのか。なあ。おう。ありがとう。よしよし。あなた、そういう。のに興味あるの？ああ。考え抜かれた構造や工夫に驚きっぱなし。だ、見てくれよ、この持ち手部分の溝。いや、見せられても困るわ。リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。他人の心配をしている場合、
私たちはやることがあるはず。ご機嫌は袋だ。意外といるもんだな。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ、この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するには私が必要。忘れないことに。終わりだ！
づいたのよ。行きましょう。ああ、問題ない。どこにいるんだ、ピエゾは。近いわ。ああ、すまない。慣れてないの。意外と優しいんだな。はあ？違うのか？分かったようなことを何も知らないって、それは…それが無神経…な…ただ…悪気がなかった…上の階に…これで通れる。急ぎましょう。ねえ。え、なんだ。思うことがあるなら、はっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。笑う？服の話よ。河岸遺跡で。ああ。何？なんでもない。失礼な7時。失礼って。だったら何を。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら。弾けすぎたの？違う。レナのマスターコアから生まれ、そういうんじゃな。何を気にして。言われなくても。だ。とはいえ、長く、諸刃の剣には違いな。いいこと。力の差も測れなかったので、
調子で行きましょう。
なんだこれは。これが修霊器、ダナの精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。クソ、怪我はなかった？これは？どっちなさい。いけるわ。下げろ。殴らない。抜かない。決めて。これで終わりだ。くれ。君に任せてくれ。決めてやる。どうにか。下げろ。片付いたのだ。行きましょう。ああ、問題ない。どこもかしこも岩と火ばかりで、レナの城というから、なんていうか、皮肉のつもり？じゃあ、大方、粗暴で品性のかけらもな、あの男の下に。何？いや、でも、私をどんなれ。わかってる。終わりだ。マジ
上げろ、打ち込め。力がみなぎってくる。明らかに他と違うな。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って。爆弾って。もちろんただの爆弾じゃないわ。じゃあ自分で。あれは工夫。別にいつ爆発するか。強力な爆弾を使う上に。安心しなさい。面倒そうな相手。炎よ、巻き込め。火の精霊術よ。火の精霊術よ。ダーンストライク。
るよ。巻き込め。仕掛けてくるぞ。ええ、気をつけて。なあ、あの昇降機。あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。一度体勢を立て直すか。どきなさい。明かりよせ。炎よ、巻き込め。やっと手当てしないと危険ね。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。道理で。よし、行くぞ。
えそうな装備ね。